読みつけ松本です。あの100円ショップダイソーで、ついに普通サイズとラージサイズのメスティンが販売されました。ということで、めちゃくちゃ世間を賑わしておりますが、狙っている皆様、無事ゲットできましたでしょうか？キャンプ道具レビューアーの端くれとして、常日頃から100円ショップをパトロールと称して巡回して、いち早く皆様に情報を届けるべく駆け回っている私も、例に漏れず、今回もひたすら巡回しておりますが、私の住む長野県ではですね、新発売のこのメスティン、残念ながら入荷がなくてですね、未だにゲットできておりません。逆にですね、まあ SNS とかではですね、主に都市部の方ではですね、購入報告よく見ますけども、地方ではね、まだまだお店に並んでいないという印象です。で、今回のメスティンに関しては、ある程度似たような商品が他の店でも手に入る状況ではありますので、品薄で買えなくなるってほどではないんじゃないかなと個人的には感じておりますので、まだね、手に入れてない方も一旦深呼吸してもう少し待ってみましょう。ただね、ラージメスティンの1000円は相当安い気もするので、こちらは狙っている方は見つけたら即買い推奨な気がします。そんな実際にダイソーメスティンを手に入れていない私なんですけども、このダイソーがね、普通サイズのメスティンを発売したという話をお聞きした時に、正直こう思ったんですよね。メスティンいろいろと販売しすぎじゃねと。価格的にインパクトがあるのは間違いないんですけども、他にも安い安いと言われていたメスティンがたくさんありますし、果たして現時点で本当にこのダイソーメスティン安いのか、お得なのかと、ちょっとね、疑問に思ったんですよね。で、今回は私と同じように感じている方もいらっしゃるんじゃないかということで、気軽にお店で買えるメスティンの中でコスパが本当に優れているものはどれなのか、悩んだらどれを買えばいいのかといった観点から、各メーカーの公表数字をですね、ズバッとまとめた上で、このメスティンがコスパ最強ということを、徹底的に比較しながら追求してみたいと思います。ということで今回の動画は、今回新発売したダイソーのメスティンのスペックを一緒に見ていきながらですね、本家トランギア、それからワークマン、ドンキホーテ、ニトリなど手に取りやすいメスティンを徹底比較して、動画の最後には全てのスペックをまとめた簡単な表を作りましたので、それを見ながらですね、迷ったらこれ買っとけといったところまで落とし込んで徹底比較していきたいと思います。今回は通常のメスティンサイズ、つまり一般的に2号抱きと呼ばれるラインの比較となりますので、ラージメスティンに関しましてはリクエストありましたら別の動画でまたまとめていければと思いますので、よろしければお気軽にコメント残していってください。ということで、まずダイソーメスティンの話なんですけども、今まではね、この1号抱きタイプのちっちゃいタイプのですね、ダイソーメスティンが550円ということで昨年販売されてかなり話題になったんですけども、今回は 1.5 号抱きのメスティンということで、一番の特徴としては、なんといってもね、880円税込みという衝撃的な価格だと思います。ただね、それに加えて一般的にアルマイト加工って呼ばれるんですけども、このアルマイト加工もされているんですよね。このアルマイト加工に関して超簡単に説明しておくと、素材のこのアルミの表面に薄い膜を施す加工のことです。私も持っているこのトランギアのメスティンですね、トランギアのメスティンに関してはそのアルマイト加工をしていないので、アルミ臭さを取るためなどの理由から、購入した際の最初の下準備として米の研ぎ汁などで煮たりすることによって薄い膜を張ってあげるシーズニングという行為が必要になるんですけども、今回発売したダイソーメスティンに関してはアルマイト加工済みのため、シーズニングというのは基本的に不要のようです。またですね、これも結構ポイントだと思うんですけども、炊飯の時とかにもですね、水の量を測ったりするためのメモリがついているメスティンとついていないメスティンがあるということで、今回のダイソーで発売したメスティンに関してはちゃんとメモリもついているということです。ちなみにこのトランギアのメスティンはメモリついていないんですよね。で、そういった意味でおおよそ必要な機能を備えたダイソーの新発売メスティンがなんと880円で、しかもですね、身近な100円ショップで買えるということなんで、まあ本当恐ろしい時代ですよね。そもそも本家トランギアメスティンっていうのは現在もやや価格高騰してるんですけども、本来の価格は1760円です。すべて税込みですけどね。水の量を測ったりするメモリもね、先ほど言ったようについておりませんし、さらにはアルマイト加工というね、薄い膜も張っていない状態ですので、購入したらですね、まずはこの縁の部分をヤスリで削るバリ取りですとか、シーズニングなどをしてですね、ある程度自分で育ててあげる必要があります。ある意味では武骨で自分好みのものに育てていくっていう楽しさもあるんですけども、シンプルに数字とか機能だけで判断するのであれば、ダイソーメスティンの方が多機能で、しかも価格がほぼ半額となってしまうので、ダイソーメスティンの優秀さが目立ってしまうという結果になります。トランギアっていうね、メーカー品を手にすることによって所有欲を満たせるという意味ではですね、トランギアのメスティンは唯一無二であると思いますけどね。そして、まあ、ダイソー以外にもですね、過去動画で色々と価格破壊系メスティンに関して取り上げてきましたので、その辺もね、含めておさらいしていきましょう。まずはなんといってもこちらですね。セリアのメスティン収納袋に入れてあります。こちらは、ワークマンで販売されている高木製のメスティンです。
このメスに関してはワークマンだけではなくてですね、カインズホームなどのホームセンターでも売られていることと、あとはですね、980円という高いコスパも手伝って超話題になった一品です。ちなみにこれ私のワークマンメスティンなんですけども、見ていただくと、わお、このようにですね、魔改造を施しておりますので、今やどんなものを焼いても焦げ付かない最強メスティンへと変貌しております。これね、過去動画見ていただければと思うんですけど、ほんと最強です。めちゃくちゃ便利ですね。この高木製のメスティンに関してもアルマイト加工がしてあるという点ですね。メモリに関してはついていないんですけども、今回のねダイソーと比べると、まあメモリがついていないという部分と機能性的にはね、その他にはほぼ同じと思っていただいていいと思うんですけども、金額的にはダイソー880円でワークマンが980円ということなんで、100円ワークマンのは高いということで、コスパだけ見ればですね、今回発売したダイソーメスティンには及ばないかなと思います。まあ、ただしですね、なんか今数量限定販売でワークマンからこのメスティンと簡易コンロですね、ミニコンロと呼ばれるあれとメスティンの網の3点セットが提供されているとのことなんですけども、この3点セットに関しては規格外に安いです。その3点セットをねダイソーで揃えると、ダイソーに関しては通常のメスティンサイズの網は販売していないんですけど、まあその網をね110円と仮定してもですね、ミニストーブが330円で、ダイソーのメスティンが880円で、網が110円なんで1320円となってしまうんですけども、ワークマンで期間限定で販売されているこのメスティンセットは980円で提供されているようです。これはやりすぎですね。メスティン欲しかった方はですね、このセットはマジでお得なので、ワークマンで見かけたら即買い推奨です。まあ、数量限定なんでなくなったら終わりです。まあこのねメスティンセットに関しても私の住む地域には当然のようにありませんでした。そもそもこのワークマンのメスティン自体がレアなので、カインズホームとかで手に入れた方がいいかもしれませんね。そしてですね、ワークマンに続いて話題になったのがドンキホーテのメスティンですね。ドンキホーテメスティンは当初はですね、フィールドトゥーサミット製のものが1500円前後で展開されていたんですけども、最近では富士見産業製のメスティンがメインで販売されております。お値段は税込み1065円でアルマイト加工済み、またメモリも当たり前のように装備されています。まあ、そう考えるとね、トランギアちょっと苦しい部分ありますよね。そしてですね、今年のホットな話題としては、なんといってもニトリのメスティンですね。他のメスティンにはない黒くて渋い硬質アルマイト加工が施されていて、さらにはメモリもお米と水が測れる2種類を完備、そしてとどめに収納袋付きというところで、お値段が1290円という安さに加えて、お値段以上なところもしっかりと主張してくるニトリらしいメスティン、あれかっこいいですよね。まあ、ちなみにこちら案の定品薄になっている様子で、ネットではですね9月下旬頃復活というアナウンスが書いてありました。そして最後にお届けするのは、ホームセンターで売られている武田コーポレーション製のメスティンです。こちらもアルマイト加工、そしてメモリ付きということで、私の住む町のホームセンターでは税込み1078円で販売されておりました。これだけ聞くと普通に安いメスティンだねと感じる方は多いと思うんですけども、このメスティンですね、過去にもねいろいろな方が動画にしてましたけども、なんとトライアルというホームセンターでは699円で販売されているということですね。もうこれね全部ごぼう抜きですよね。今までの話何だったんだぐらいなぶっちぎりの価格ですけども、メスティン界のウサインボルトとでも言いましょうか。もうとにかく安いですよね。ただね、このトライアルは、まあ、全国に200店舗以上展開するスーパーセンターなんですけども、私の住む町どころか長野県にはね1店舗もないんですよ。トライアルがね近くにない方もいらっしゃるとは思いますけども、全てのスペックをね表にしたものがありますので、一緒に見ていきましょう。ということで、ここまでね話をした中で、すでにねお察しの方もいらっしゃると思うんですけども、改めて結論をまとめますと、ダイソーメスティンのコスパはかなりいいということが分かっていただけたかと思います。というか、まあもうね全部正直安いんですけどね、どれも品質や大きさなどはそれほど大差ない中で、ちょっとだけね頭抜けて価格的にお安いという結論になりました。ですが、コスパを最も重視してメスティンを選びたいという方は、ダイソーではなくトライアルが最強であることは改めて認識しておきましょう。トライアルの価格は、まあスーパーの弁当コーナーでちょっと奮発して今日は最高の弁当にしてみっかぐらいの感覚の699円という価格で、長く使えるクッカーが買えてしまうというのはね、ちょっとぶっ飛んでますよね。ですが、あくまでトライアルがある地域の方限定となりますので、その他の地域の方で何でもいいからメスティンが欲しいという方は、今回の新発売したダイソーのメスティン選んでおけば間違いないと思います。個人的には数量限定でミニストーブや網も一緒に手に入る鬼のワークマンメスティンセットが最強な気はしていますけども、入手難易度はかなり高めな気はします。まあいろいろと説明してまいりましたが、私の個人的な感想を込めてまとめると、今回ご紹介したメスティンはどれも安いのは間違いなく、大きさや仕様にも致命的
な違いはないので、好きなもの、買いやすいものを買ってみることをお勧めいたします。まあ、ニトリのメスティンのように、一見価格はね、ちょっと高く感じても、お値段以上の部分が素敵みたいなものもありますし、この価格帯のメスティンを買いたい方は、きっと、初めてのメスティンどれにしようかなと悩んでいる方が多いと思いますので、そういった方は、100円や200円の差でね、ずっと悩んでいるよりはですね、とりあえず好きなものを買ってみて、メスティンでご飯を炊いて食べてみましょう。きっとどのメスティンでも使えば使うほどに育っていくので、最終的にあなたのキャンプライフに欠かせない相棒になるかもしれません。私ですね、実はメスティンしばらく持っていたんですけど、使ってない時期がありまして、ただの小物入れと化していましたけども、特にね、このフッ素加工したワークマンメスティンの登場ですね。それから以前も動画でご紹介したんですけど、シェアザライフさんのこういったメスティンですね。これはもう初めからフッ素加工されているメスティンですけども、こういったものもありますので、もうこのフッ素加工されてるやつね、めちゃくちゃ便利なんですよね。本当にあの蓋とかでね、炒め物とかもできたりするので、今では本当にメインで使うようになりましたんで、メスティンだけでね、ほとんど蓋は補ってしまうような状況が続いているんですけども、こういったねメスティンの魅力をまだ知らないあなたに、この魅力早く味わっていただきたいというのが本音です。本当メスティン最高です。今回はコスパという価格面に焦点を当てて徹底比較してみましたが、いかがだったでしょうか。また手に入れることができたらね、実際のレビュー動画もアップしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。あなたの使っているメスティンのお気に入りポイントなどございましたら、お気軽にコメントに残していっていただきたいと思います。はい、ということで今回はコスパ最強メスティンはこれということで、ズバリまとめてみました。100均キャンプの動画、皆さん見ていただいたかもしれないんですけど、100均キャンプで、実際に使用した道具の総額出しますよって言ってるんですけど、ちょっとまだ動画できてないんで申し訳ないです。もう少々お待ちいただければと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。ということで、以上、やみつき松本でした。